今週15位にランクされている木村和さんと、さよならのメンバーガイが今週21位にランクされている南野陽子さん、お二人で来ていただきました。よくいらしてくださいました。黒柳です。はじめまして。はじめまして。どうぞよくお座りください。私たちもあの初めてお目にかかったんですけど、このお二方も初対面ですって。はい、そうです。じゃあ後ろで知らない同士がこう待ってらっしゃるという感じでしたか。あなた の, あの南野さん の,、はい、南野さん の, あの芸能界入りのきっかけはどういう。あるオーディションに応募しまして、はい、でそれはあの東京の、ね、タレントさんが審査員だったんですけど。どなたです。あの宮内純さんで、あの大阪の方って吉本興業のタレントさんとかしかあのは見かけることがあるんですけど、東京の方って見かけることがないんで、あの会いたくて。東京の吉本興業じゃない方にお会いしてみたいなと思って応募した。じゃない方ってわけでないんですけど、はい、そしてそれにお出になったんですか。あ、そうですか。パッとその切り替えはいかがですか。普段立ち直りは早いんですけど、仕事の時はすごく悩んじゃったりしたい。石橋さんの顔がマジですよ。なんかさっきからずっと、ね、二人とも若くていいで。お年を聞いた女性の方にあれですけど、何歳。18歳です。ちょっとあなたの方がね、木村さんのお姉様でした。でね、そうです ね、あなたはあのどういうタイプの男性っていうのあります。亭主関白っぽい人。ぽい人ぽいっていうのはどういうとこさ。あのほどほどに、うん、そうですね。じゃ あんまり男あ、はい話して、亭主関白っぽい、亭主関白みたいに見えるけど本当は心優しくてあまりそうじゃない人がいいという話だそうですけども、あなたには人生計画がはっきりできていると伺っておりますが、これがいいですよ。どういう、皆さんお聞きください。23歳で結婚して、はい、で24歳で舞子ちゃんが生まれて、26歳で達也くんが生まれて、はい、で私が70歳の時に旦那さんには亡くなってもらって、73歳で自分が死にます。じゃあ3年あなたの方が長生きという、その3年はどういう、あのお葬式とか一回忌とか一周忌とか ちょうど3回忌ね。なるほどね、しっかりしてらっしゃいます。歌の方よろしくお願いいたします。さあ今週21位にランキングされています、さよならのめまい、南野陽子さんです。頑張ってね。